はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温29度、水温28度。今日は離島方面黒島エリアでスリーダイブ楽しんできました。昨日は強風と悪天候のためダイビングは中止となってしまいました。今日もまだまだ風は強かったですが、天気は回復してくれたので明るい水中を楽しむことができました。ライセンス講習チームは今日から海洋実習が始まります。初めての海がこんなにブルーだなんて最高の講習ですね。ファンダイブチームはリーフの割れ目やアーチなど地形ダイビングを楽しんだようです。たくさんの赤松傘が綺麗ですね。本当今日はどこのポイントを潜っても透明度が良かったのでとっても気持ちよかったです。そして黒島といえば青ウミガメです。今日もたくさんの青ウミガメに出会いました。ダイバーに囲まれても微動だにしない青ウミガメちゃん。ちょっと動画で撮るにはもうちょっと動きが欲しいんですけども、ビタッと止まってしまっています。まあ、こんな感じでね、泳いでくれるとウミガメは優雅でいいですよね。そして小さなサンゴの隙間には可愛らしい南洋ハギの幼魚が3匹もついています。もうこのまま成長しないでずっとこのサイズでいてほしいですよね。さて明日も風が少々強いですが安全第一で潜っていきたいと思います。講習チームは明日が最終日、頑張っていきましょう。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。